皆さんこんにちは知れたのチャンネルですこのチャンネルでは高校家庭以上の様々な講義を展開しています今回は生命科学1第1回生命科学とはの講義をお届けしますそれでは参りましょうはいそれでは、えー、本日より生命科学1の講義を始めたいと思います 内容としましては、まず初めにということで、生物というものを学ぶことの面白さ、また生物のここがすごいというところと、本チャンネルで開講している生物系科目のご紹介をしたいと思います。でその後に、生命科学というものは一体何なのか、またこの講義はどういった流れなのかといったことをお話ししていきたいと思っています。はい。 それでは1、えー、つ目に生物を学ぶことの面白さということで、えー、皆さんに質問していきたいと思います。えー、この,、まあ、あの説明は以前、えー、違う生物系の項目でも使ったスライド,ライドなんですけれども、えー、皆さん生物に対してどういったイメージをお持ちでしょうか。えーまあ、人によって、ねえー、もう生物を専門にしているような人もいれば お医者さんだったり、はたまた全然生物とは関係ないよと、ほとんどの方がね、生物に関係ないようなことをしているかなというふうに思うんですけれども、えー、例えばどういったイメージがあるのか、例えば、えー、多種多様であると、ちっちゃい生き物からものすごく大きな生き物までさまざまなものがいると、あとは不思議ですね、えー、人間、えー、とは全く違う生態を持っている生き物というのもたくさんいて、えー、不思議だなと。 いう人あとは、そもそも生物なんて考えたことないよと、生活する中で、今日は生物について考えようとかっていうふうに思ったことは一度もないよという人もいるかもしれません。あとは、えー、まあ面白いけども、なんかよくわからないよねと、自分と、えー、まあ距離がありすぎてよくわからないと、えー、いったような人もいるかもしれません。まあ、とはいっても、ですね、えー、そもそもおの,話,の話に立ち返ると、えー、皆さん、 我々全て生き物なんです。よね、はい、生物ですということで、生物について学ぶということは非常に有意義だと思います。はい、極めて巧妙で奥深いというのが生物、生物学です。あまりに短すぎて、逆に意識したことがないといったこともあるかもしれません。ということで,です、ね、皆さんには今一度、生物というものについて着目することをお勧めしたいと思います。 えー、勇気を持って、えー、生物の世界を覗いていただきたいと思います。そうすると、えー、今まで何気なく見ていたような景色が以前と全く違って見えてくると思います。えー、この、えー、生命科学1の講義を受講した後でも、えー、これからの生活とかっていうのが変わってくるかもしれませんので、ぜひ、えー、勇気を持ってこの授業をのいていた,だいただければと思います。はい では、えー、生物のここがすごいということで、えー、4, 4点ですね、えー、ちょっと挙げました。えーまあ、全部について詳しくは語りません。えーまあ、皆さんにちょっと面白いなと思っていただければと思うんですけれども、これら、えー、右にある写真ですね、全部生き物ですよね。はいえー、ジンベエザメ、ハムスターで、て我々人と。でもこれ以外にも、えー、全然ミクロな世界で生きている生き物もいるわけです。 ということで、生物っていうのは非常に多様性に富んでいるんですよね。はい。えー、地球上に約180万の生き物が生息していると言われています。180万、種ですね。種が180万もあると。まあでも、これらはほんのに人間が、えー、人が見つけることができた一部に過ぎませんので、えー、未発見も含めるとめちゃくちゃ多くの生き物がいるということ。 でこんな形、見た目全く違うような、見た目も大きさも全く違うような生き物なんですが、それらの生物にすべてに共通しているような特徴というのもあります、はい。これについてはまた後ほど詳しく説明したいと思います。であとは増殖する生物ということで、えー、生き物というのは増えることができるんですよね。はいえーまあ、これは、 まあ、に我々人間、まあ、このハムスター、ジンベイザメと、まあ、生き物にとって、えー、最大の特徴の一つであるとも言えますで。あとは進化する生物ということで、その時々の我々の周りを、えー、取り巻く環境に適応するように進化がす、えー、していくわけです。はい、今こういった進化の仕組みや、えー、プロセスといったことについても、 のしのし講義で触れられれらばなといいう,うに思っています、まあ、こういったところで、ほんの一部しか今取り上げませんでしたが、生き物というのは非常に魅力的な存在だというふうに思っていただければと思います。はい、といって、こういったところに着目しながら、今後、講義を進めていきたいと思っています。はい、で生物系科目のご紹介ということで,です、ね、本チャンネルでまだ、 上げてないいんですけれどもこういった講義を後々挙げていきたいなというところをお示ししています。下が高校課程、上が大学教養課程以上、教養課程専門科目といったところのレベルなんですけれども、今、薄い青色、水色でハッキングしているところが現在、開校している科目です。既に開校している科目です、はい。地球生命論と生態工学と全く全然違う。 同じ生物系科目なんですけど、全く内容は違いますけれども、こういった科目を今取り上げています。で、今回から皆さんと一緒に勉強していきたいのは、こちら、生命科学1というところで、生命科学の講義は何回、いくつかに分かれてます。生命科学1、2、特論というところで、これら何が違うのかというのは、後々ご説明したいと思います。はい。 では、えー、第2章ということで、生命科学で学ぶことについて、えー、話を進めていきたいと思います、はいえー。そもそも皆さん、生命科学という言葉を聞いたことがある人いますでしょうかね、はい、生命科学、英語で言うとライフサイエンスというふうに言います、そのままですね、はいなんか。ライフサイエンス聞いたことあるなという人もいるかもしれませんが、はい えー、要は生命を科学するっていうところですね。えーまあ、私のお生物の先生、えー、ですね、えーまあ、尊敬している方いらっしゃるんですけれども、いるんですけれども、えー、我,我々、生物屋とか生命屋っていうふうに言うんですよね。えー、なかなかかっこいいなと。えー なんかその分野をなんとかやってつけるんですけどあの、慣例として、生命やっていう言葉すごいなと思いましたね。生命科学を専門にしてるんですけども、はい、えまあ、そんな話はいいんですけれども、えー、生命科学というのは、えー、定義を見ますと、生命現象について、生物学、化学、物理学などの基礎的な面、また、医学、心理学、工学などの応用面から総合的に研究する学問。 分野ということになります。えー、ということでですね、えー、この言葉を見ただけでも分かりかと思いますが、めちゃくちゃ広い分野だと。生物の下に、生物学の下に位置する、まあ、分野にはなるんですけれども、えー、非常に広いということですね。はいまあ、例えば数学という中の、えーまあ、大数学だとか、 幾何学とかっていうふうに分かれるわけですね、確率論とか分かれるわけですけれども、それのように生物学の中の一分野、生命科学ということで、非常にいろいろな分野と密接に関わっているというふうに言えます。はいまあ、ただですね、生命科学というので、まあ、ちょっとこういうふうに影響をする分野としては広いんですけれども、えー、突き詰めて探究する内容としては、分子生物学というものとか、生化学。 といったものを中心とする生命探求のための学問領域、えー、これらこれがえま皆さんにちょっと頭に入れといてほしいかなと思います。えー、キーワードは分子生物学と生化学ですね。はい。えー、まあ生命科学を勉強してきますとえー、まこれらについて深掘りしていくことがえ多いかなと思いますので、えー、ま分子生物学とか生化学って何やるのというのはえー、後々講義を聞いていただければよくわかるかなと思います。はい。 と言ってもですね、えー、まあ詳しく、もう少し、あのー、今、雲をつかむようなね生物化学,化学、物理学とかっていう漠然とした内容ですので、もう少し詳しく何を勉強するのか知りたいという方は、ですね、えー、簡単に言いますと、生命の仕組みですね、どうして我々は生きることができるのかと、なんかすごいあの哲学みたいな今あの振り方をしてしまいましたけども、そんな哲学的な内容じゃなくて、ですねあの生物学的に。 我々が、えー、生きていく上で、どういうことが体の中で起こっているのかといったことを、えー、分子レベル、細胞レベル、個体レベルといったところで学習していくというのが生命科学です。であとは、えーま、近年しばしばあメディアでも取り上げられますバイオテクノロジーですね。バイオテクノロジーの、えー、基礎や、えー、応用、また社会的な影響についても勉強することができると思います。はい えーまあ、詳しく勉強したい方はです、ね、生物工学という科目も後々開講する予定ですので、そちらを見ていただければと思いますが、まあ、こういったところ、生命科学では勉強します。はい、ちょっと、あのー、言葉だけだったので、えー、ずっとしてもちょっとイメージをつかんでいただこうかなと思いまして、持ってきました。と言ってもなんかよくわからないかもしれませんが、えー、まず左上、生体の構成成分ということで、科学式ありますけれども、 一体これ、何の化学式なのか、生体の構成成分ということで、なんか我々の形え体を作ってるのねっていうのは分かるんですけども、これ一体何なのか、えー、次回以降の講義を聞いていただければ分かるかと思います。あとは、生体のエネルギー通貨と。こういう言葉もすごい特徴的ですよね。エネルギー通貨って。通貨って何言っててあの、ドルとか。 えー、ルピアとかそういうのっていうことですけども、まあ、そういうことなんですけれども、どうしてこの化、えー、学式が、そういうなんかお金みたいなね、通貨という名前が、あの役割があるのかといったことも勉強すれば分かります。あとは、えー、代謝ですね、えー、よく代謝がいいねとか言いますけれども、その代謝の仕組みですね、メタボリズムの仕組み、あとは、えーさっきえー、今般の新型コロナウイルス。 いいうのが非常にに問題になっていますけれどもコロナ後をはじめとした外敵から身を守るための免疫機構、こういったものについても勉強していくことになります。はい、ということで,です、ね、前置きをお話ししましたけれども、本講義はです、ね、どういうふうに流れを流れとして進めていくのかということですけれども、大枠としては、この講義を通じて、 生命現象の仕組み、また面白さをですね。理解していただきたいかなと思います。え、まあ、この講義を使ってえ、後々ね。あのそういった生物の分野にべん、あの専門として突き詰めていきたいと思ってるか、持ってくださる方がいらっしゃれば最高なんですけども、そうでなくた。そうでなかったとしても、えー、まあ、大学とかで研究するとかしない場合、だしなくても、えー、日頃のね。生活の中で、えー、有益な知識を。 得られれるかなとと思思いいいいまますすのでぜひお付き合いいただければと思います、はい、生命科学を学べば健やかな生活につながるかもということで,です、ね、第1章では、私たちの体は何からできているのかということをお話ししたいと思います。で、第2章ですね。第2章は、呼吸することでエネルギーを得ているって本当ということで、我々呼吸を今もしていますよね。なんで呼吸するのって、もし聞かれたらどう答えますか ちっちゃい子とかに、私呼吸してるけど、なんで呼吸してるのっていうふうに、そうあのすごい素朴な疑問というのを、えー、ちっちゃい子とかよく申しますから、えーと、そういう子にね、ちゃんと答えてあげるためにも、呼吸するということは一体何のためなのかということを第2章で勉強しましょう。で、えー、笑うと活性化する免疫細胞とはということですけれども、えー、別にこの、えー、免疫細胞のことだけ勉強するわけではありませんが、えー 免疫機構について深掘りしていくと。えこんなさあの、免疫細胞もありますので、えぜひ、第3章で一緒に勉強できればと思います。で最後、第4章ですが、え第4章では、えー、遺伝子の本体はタンパク質、それとも DNA ということで、あのー、よく考えると、あれ遺伝子って何でできてるのと。タンパク質でできてるのかな ?DNA でできてるのかなと。 ということをわからない方もいらっしゃるかもしれませんので、別に第4章ではそういったものをひも解く歴史的な背景についても触れていきたいと思います。はい。ということで、えー、生命科学、本チャンネルでの生命科学の流れを、えー、こちらに示しています。生命科学1では生命科学のベースを固めていただきたいと思います。えー、生物学の基礎知識を固めると言ってもいいですね。 1> 第1章では、えー、生き物を形作る細胞。第2章、代謝。第3章、体液の向上性。第4章、遺伝序論。こういった流れでお話を進めていきたいと思っています。はい。で、これらの講義を終えまして、えー、生命科学1、完璧だよという方はですね、後々の講義ですけれども、えー、第2章が生命科学2ではですね、本講義を受講した。 方向けには大,大学専門家庭レベルの授業ということで生命科学2の講義を受講することをお勧めしたいと思います。第1章はセントラルドグマ、第2章酵素工学とタンパク質工学、第3章微生物と環境、第4章バイオテクノロジーの人、こういった流れでお話を進めていきたいと思っています。で、これ,これら生命科学1えどちらも を勉強してしまったという方はですね、生命科学特論という講義も後々開講したいと思っています。そこでは、えー、生物工学、遺伝子工学、水環境工学防止、えー、防災工学、こういったものなどを深掘りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では、第1章、入っていきたいと思いますが、今日は本題には入りません。第1章でどういったことを学ぶのかといったところを触れたいと思いますけれども、 この第1章では、えー、私たちの体は、えー、一体どういう物質で出来上がっているのかということを理解していただきたいと思います。でまあ、そういった、えー、具体的な構成成分については、えーまあ第章第章あ、第3回、第4回以降になるんですが、次回の第2回の講義はです、ね、生物の多様性と共通性、こういったテーマで話をしたいと思います。えー 今回の講義の冒頭部分で、生物のここがすごいようなところで触れましたけども、生物の多様性と共通性。これは、生物を勉強する上での非常に重要なキーワードとなっています。で、なぜ多様、多様性と共通性がキーワードなのかということを、この講義を通じて理解していただければと思います。でまた 生き物というものを分類する方法ですね。まあ、こういったものも、えー、勉強、触れていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回の講義は以上となります。いかがだったでしょうか。えー、もし、この動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。